私どうなってしまうんでしょうか。テレビの中にも私がいて、私って本物のカモコトコなんでしょうか。大丈夫だよ。絶対コトコさんがコトコさんだもん。私わかるもん。気持ちはわかりますけど、あなたが本物のコトコさんですよ。それは私が保証しますから。マイコさん、ミツコさん、ありがとうございます。京一郎さんって探偵ですよね。探偵以外の仕事もいろいろと請け負ってらっしゃいますよね。あはは。それならお願いがあります。私が私であるために、あの婚約話を壊してください。コトコさんのお願い、どうするの？コトコさん、助けてあげようよ。もういい。聞きたくないよ。そんな京一郎、嫌いだよ。
学校は？休んじゃった。京一郎がやらないんなら、相良探偵事務所の事件として私が引き受けるよ。だって助手だもん。私にだって仕事を引き受ける権利があるもん。京一郎が反対したって、私一人でもやるんだから。止めたって無駄だからね。私だって、本当に？
あの、舞子さんから聞きました。私の身勝手なお願いを聞いていただけるそうで、本当にありがとうございます。京一郎さん、あの、報酬のお話なんですが、いかほどお支払いしたらよろしいでしょうか。もしうまくいかなかったとしても、一生かけてお支払いします。だからお願いします。よろしくお願いします。じゃあ依頼をお受けします。よろしくお願いします。本物であることの証拠をつかむ必要があるんじゃないかな。いえ、私が知っていることは
てのぞみも知っていますし、そののぞみさんが捕まっていたりしたら自白剤とか催眠術でもう聞き出してるかもしれないよ。たとえうまくいっても今度はそれがコトコしか知らないことだっていう証拠が必要になるぞ。私もよくは知らないのですが、のぞみが言うにはその私の大事な方なのだそうです。それってまさかまさか旦那さん？そうなる方だと伺っております。貧乏生活から脱出だな。あの、もしお嫌でしたら。はい、私と京一郎さんのおじい様同士の口約束だったと聞いておりますので。遺言だ。なあ、鴨会長は死んだんだろう。あれほどの大物なら遺言があってもおかしくはない。むしろない方が不自然だ。